ジョン・クインジー・アダムズは、アメリカ合衆国の政治家。第6代アメリカ合衆国大統領を務めた。父親は、第2代アメリカ合衆国大統領を務めた、ジョン・アダムズで、アダムズ政治一家の2代目。アビゲイル・アダムズは母、ファースト・レディを務めたルイーザ・アダムズは、妻、チャールズ・フランシス・アダムズ・シニアは息子である。外交官として各国に赴き、上下両院で議員を務めた。 所属政党は、連邦党、民主共和党、国民共和党であり、後には、ハンメイソン党、ホイッグ党にも所属した。民主共和党所属としては、最後の大統領である。第二代大統領ジョン・アダムズの息子であり、最初の親子二代の大統領。クインジーという名は、母方の祖父、ジョン・クインジー大佐から取られた。大統領として初めて長ズボンを着用している。 外交官としてアダムズは多くの国際交渉に臨み国務長官として文章主義の確立に尽力した。歴史家の多くは彼が米国史上で偉大な外交官の一人であったとみなす。大統領として彼は近代化と教育的な前進に関するプログラムを提案したが政敵が多数を占める議会によって妨害された。1828年の大統領選挙で再選に 失敗し、父のジョン・アダムズと同様に一期のみの任期で終わった大統領となった。アダムズは経済成長にかかる国家の偉大さと強い連邦政府のビジョンを提示したが、その大統領職は政治上の器用さ、人気及び支援者のネットワークを書き、彼の排除を望む政治家との衝突に終わった。ジョン・クインジー・アダムズは1767年、 マサチューセッツ州ブレントリーで、ジョン・アダムズと妻のアビゲール・アダムズの間に生まれる。1767年、クインジーはブレントリーの北の管区であった。クインジーが独立した町になったのは1792年のことで、町はアダムズと同じく、ジョン・クインジーにちなんで、クインジーと命名された。ジョン・クインジー・アダムズ聖火は、 現在、アダムズ国立歴史公園の一部として公開されている。同地はアビゲイル・アダムズケアンの近くに位置し、アダムズが7歳の時にバンカーヒルの戦いを目撃した場所でもある。1779年にアダムズは日記を書き始める。その日記は1848年に死去するまで続けられた。アダムズは最初に父親が フィラデルフィアの第二回大陸会議から母親に向けて書いた手紙からアメリカ独立宣言を学んだ。アダムズの青年期は父親の要項への同伴に費やされた。ジョン・アダムズはアメリカ政府の施設として1778年から79年までフランスに80年から82年までオランダに赴き、若きアダムズはこれらの旅行に父親と同伴した。 アダムズはヨーロッパにおいてライデン大学などで教育を受けた。14歳からおよそ3年間、彼はロシアからの国家承認を得るための施設としてサンクトペテルブルクに赴任するフランシスダナに同伴した。フィンランド、スウェーデン、デンマークを訪問し、1804年にはシレジアに関する旅行記を発表した。海外での数年間でアダムズはフランス語とオランダ語を習得し、 ドイツ語など、その他のヨーロッパ言語への親しみを得た。彼は、ハーバードカレッジに入学し、1788年に、ファイ・ベータ・カッパのメンバーとして卒業した。ハーバードカレッジのアダムズ・ハウスは、アダムズと彼の父親を記念して命名された。アダムズは、ニューベリーポートで、テオフィラス・パーソンズのもとで見習い弁護士となる。1791年に、放送会に認められ、 ボストンで弁護士を開業した。1794年、ジョージ・ワシントン大統領は26歳のアダムズをオランダ担当大臣に任命した。1796年にはポルトガル担当大臣に任命し、続いてベルリン派遣施設団員へと昇進した。父親が1797年に大統領に就任すると、ワシントンの勧めでアダムズは、 プロシア担当大臣に任命された。アダムズは、プロシアの外務大臣、カール・ウィルヘルム・フィンク・フォン・フィンケンシュタインと交渉し、自由プロシア・アメリカ友好通商条約の更新に、署名した。彼は1801年まで同職を務めた。海外での勤務の間に、アダムズは、アメリカ人商人の娘であるルイーザ・キャサリン・ジョンソンと、ロンドンのオール・ハローズ・バイ・ザ・タワーで結婚した。 アダムズは2017年にスロベニア出身の妻を持つドナルド・トランプが大統領に就任するまで約190年間外国生まれの女性を妻にした唯一の大統領であった。アダムズは帰国するとボストンで連邦政府の地方裁判所判事によって倒産担当行政官に任命された。しかしながらジェファーソン大統領はこの任命を無効とした。 アダムズは再び弁護士として腕を振るったが間もなく政界に身を投じた。1802年4月にマサチューセッツ州上院議会議員に選出され、同じ年の11月に連邦会議員に連邦党から出馬したものの落選した。その後間もなくマサチューセッツ州議会はアダムズを連邦党員として上院議員に選出し、1803年3月4日から 同職を務める。上院議員としてアダムズは、ルイジアナナイ州及び1807年の金融法を指示したが、この行動でマサチューセッツ州の連邦党員は彼の指示を取りやめることとなった。連邦党が実権を握るマサチューセッツ立法府は、公認を半年早く選出し、1808年6月3日にアダムズとの交代を選択した。 6月8日にアダムズは同職を辞任し、連邦党と田元を分かち民主共和党に入党した。上院議員であった間に、アダムズは修辞学の教授として、ハーバード大学で教弁を取った。新大統領のジェームズ・マディソンは、1809年にアダムズをロシア担当大臣に任命した。アダムズは、妻のルイーザと共に、任期の大半をサンクトペテルブルクで過ごした。 ルイザーは公式の外交官ではなかったが、外交官の妻として重要な役割を果たした。彼女は夫が魅力不足であったのを埋め合わせて皇帝のお気に入りとなり、アメリカの外交任務における必須の部分となった。1812年にアダムズはナポレオンのロシア侵攻とその悲惨な交代に関する報告をワシントンに持ち帰った。 1814年にアダムズはロシアから呼び戻され、米英戦争の停戦交渉の責任者を命じられた。この交渉の結果、頑丈薬が結ばれ停戦が成立した。また1815年から1817年までイギリス担当大臣を務めた。その職は父親のジョン・アダムズが最初についたものであった。 アダムズは1817年から1825年まで、モンロー政権で国務長官を務め、その任期はフロリダ獲得の手段となった。彼の意見は通常モンローによって支持された。国務長官として彼は、アダムズ・オニス条約でスペインと交渉し、モンロー・ドクトリンを起草することで、アメリカ大陸とヨーロッパ大陸間の相互不干渉を提唱した。アダムズはイギリスと 奴隷売買に対しての共同パトロールの交渉を行ったが、それは上院が規迫化し、結局は拒絶された。1821年の独立記念日にアダムズは中南米諸国によるスペインからの独立運動に対するアメリカ合衆国の支援を支持した人々に応じてアメリカ合衆国の政策は精神的な援助であるというスピーチを行ったが、 独立運動に代わっての武力干渉は行わなかった。そしてアメリカは破壊する怪物を求めて海外には行かない。と述べた。ナポレオン戦争の後、スペインはアメリカにおける植民地の大部分を失った。植民地の多くが反乱を起こし、独立を宣言した。彼らはスペイン戦を攻撃するための主力戦をアメリカの港を利用して整備し、その実行は ヘンリー・クレイによって守られた。クレイは、モンローとアダムズを用心部回避和り主義者として、避難した。フロリダは依然として、スペイン領であったが、スペインの影響は小さく黒人逃亡奴隷と、インディアンの避難所となった。スペインはこれに関与していなかったものの、モンローは、アンドリュー・ジャクソン将軍を派遣した。ジャクソンは、セミノール族を大量虐殺して、南に追いやり、 彼らに武器を供給していた2名のイギリス人商人を処刑、スペイン知事を追放してアメリカ軍守備隊を占領のため駐留させた。ジャクソンは自らの行動にワシントン DC からの同意があった1824年の大統領選が近づくと人々は候補を探し始めた。ニューイングランドの有権者はアダムズの愛国心と政治的手腕を称賛した。そしてアダムズは 主に彼らのサポートを受けて選挙戦に入った。民主共和党の古い幹部会議システムは崩れ、当時の第一政党制も崩れた。そして選挙は地域の支持に基づく自由参加となった。アダムズにはニューイングランドの強い地盤があり、彼の対抗馬はジョン・カルフーン、ウィリアム・クローフォード、ヘンリー・クレーイト・ニューオリンズの英雄、アンドリュー・ジャクソンであった。 選挙戦でカルフーンは脱落し、クローフォードも体調不良で撤退、他候補への支援に回った。一般投票ではジャクソンが最多数を得票したが、選挙人投票では過半数を獲得することはできなかった。大統領の選出は会員に預けられ、憲法修正第12条では選挙人選挙の結果で、上位3名のみが会員での選挙に出ることができるとされていたため、ジャクソン、 アダムズ、クローフォードが候補者となった。クレイは4位で候補にはなれなかったが、彼は会議長としてかなりの影響力を保持していた。クレイは個人的にジャクソンを嫌をしており、彼の経済施策はアダムズの施策と類似していたため、アダムズの支援に回った。アダムズは1825年2月9日の第1回投票で大統領に選出された。 アダムズの勝利はジャクソンに衝撃を与えた。アダムズがクレイを国務長官に指名すると、ジャクソンの支持者は激怒し、不正な取引として急断した。この主張は、アダムズの任期の真中検伝され、1828年の大統領選におけるアダムズ敗北の原因となった。前大統領のモンローの時代は、交換上の時代とも称される、事実上の野党不在時代であった。 しかし、巨大化しすぎたリパブリカン党は分裂の兆しを見せ、アダムズが大統領に就任した後に事実上等は2分された。連邦主義的な性格の強いアダムズのグループは国民共和党を名乗り、より集権主義を掲げるグループは民主共和党を名乗った。国務長官にヘンリー・クレイを登用したが、この人事はポストを見返りに自身への忠誠を、 要請した闇取引であると批判された。その後も、関税法、国立銀行の設置、軍事力の強化などに関しアンドリュー・ジャクソン支持者からの疑似妨害に常にさらされ、呪われた政権と呼ばれた。1828年選挙では、史上最悪の中小合戦が展開され、再統制を図ったが、民主共和党のアンドリュー・ジャクソンに敗れた。その後、史上唯一、 大統領経験のある会議員となった。内閣指名した最高裁判所、反事態インディアン政策インディアン民族に対しては、アダムズは前任者のジェームズ・モンローと同様の強制移住方針を取った。これは全インディアン部族を当時白人入植者のいなかったミシシッピ河合生の南部地域へ強制移住させ、片付けてしまおうという政策である。 アダムズが前任者らと違っていたのは、彼は合衆国と連邦政府にはインディアン国家との連邦規定に基づくインディアン条約を守り、単にインディアンの領土を武力で合衆国に併合させるのではなく、それ相応の条件で購入する義務があるとした点である。しかし、ジョージアのクリーク族インディアンから彼らの土地を奪った詐欺的な条約を拒否し、 再交渉するというアダムズの決定は土地を欲しがっている南部白人や西部の白人を激怒させた。彼らは野蛮人インディアンの土地を国費で購入するというアダムズの政策は生ぬるいとして激しく抵抗した。1828年の大統領選挙では史上最悪の中小合戦が展開されアダムズは落選。代わって大統領となったのは インディアン虐殺で名を挙げ、インディアンたちをその霊国残忍さで震え上がらせたアンドリュー・ジャクソンだった。ジャクソンはアダムズのような生ぬるい態度を取らず、問答無用でインディアンを武力で虐殺制圧し、ミシシッピ政への強制移住を実行したのである。この政策は白人入植者から絶賛された。アダムズの単インディアン政策は白人入植者からは、 受け入れられないものだったのである。アダムズが大統領職にあった当時のアメリカでは水泳は一般的なレクリエーションではなかったが、アダムズは朝の5時に裸でポトマック側を泳ぐ得意な習慣を持っていた。ある日泳ぎに行った際に女性記者が微行してアダムズの脱いだ服の上に座り込み戻ってきた彼にインタビューを強要したためやむなく水中で彼は 裸のまま首だけ出して記者の質問に答えたことがある。また別の日には脱いでおいた服が盗まれたため通りかかった子供にホワイトハウスまで代わりの服を取りに行ってもらったこともある。また1825年にはポトマック川の支流タイバー川を泳いで渡る計画を立て近時のアントワーヌグイスタとボートに乗って出発した。しかし、 川の途中で天候が急変したために、ボートが沈没してしまい、アダムズは着衣のまま対岸まで必死で泳ぐことになる。なんとか、岸にたどり着いたアダムズは、濡れた服をグイスタに渡して、迎えを呼びにやり、全裸で5時間ロボーで待つ羽目になった。ジョージ・ワシントンを尊敬していたことから、1801年に、ベルリンで生まれた長男を、ジョージ・ワシントン・アダムズと名付けた。 これは、歴代大統領の中で唯一人である。長い外交官生活に関わらず最も服装に無頓着な大統領と言われ、同じハットを10年間も被ったという、身長5フィート7.5インチだった。ありがとうございます。